から、まあ、車線寄りですよね。正確に言うと名鉄ですけど、あそこは、こちら乗り坂もあるし、いろいろとありますね。せっかくだからちょっと一駅駅前散歩でもすっか。ここ高架なんでね、分かりやすいですからね。そっちの数字をずっと行ったら、あれこっちだよな。うん、はこっちの先やから、こんなでっかいポットはないよ。すごいですね。そういうことね。へえ、こんなところ家系ラーメンなんかもあるんだ。ああ、まだ駅が出てたことはこっちあってんな。アンポン、あ、アンポンタンか。アンパンに見えた。セブンイレブンもあるし、あ、でもまた電車も入ってます。首都高になんか好きだといろいろとあるわけですな。あ、一つつない何やったっけ、本人、本人じゃない、本人じゃない、一つつないって何駅やったっけ。神社から上に上がって一社、あれ何やったっけ。こっちの方になってくると本当に普段使わんとこれやれ、全然君がピンとこんな。本郷だ、本郷神谷塩だ。本郷だからちょっと距離あるよな。そっか、間に一駅ないんだここ。あ、まあいっか。即席は最悪、明日回しか。あと今日はね、1日ですからね、神社見つけたらね、ちっちゃいところでも積極的にね、初詣でもやっていっとこうかなと。やっぱさ、散歩系の動画はやっぱこっちは全然撮りやすいね。やっぱハンディカムのが一丁に欠けてますよね、そのあたり。一応カチカチ音が鳴る問題、あれは一応音声の合成でなんとかできそうというか、まあ試しにちょっとやってみたらなんとかなったんで、まあ、一応それでごまかしごまかしやろうかなと思ってます。本当はね、ボーナス入ったらね、それでビシッとね買おうかなとも思ってたんですけど、待てよ、こっちに行ってもらうんやから、どっち側行った方がいいんや。こっちから行かん方のがいいのか。ずーっと下ってきてて、ずーっと行って左やから、こっちか？こっちでいいのか？こっちでいいか。合ってんか。この方に出りゃいいですからね。よいしょ。
曲がっていくかな。こっちだな。信号のところなかった方が良さそうか。上は名古屋コースか。ちょっと取ったこんな方あ、これ遠目か。うん、いや、遠神谷市からすっと行った先やから、これはあっちか、名神高速になるかな、ギリギリ。うん、よし、こっちの方のはずなんだけどな。こっちの方だからとりあえずパーンってドーンいっとるから間違っちゃいねえはずなんだけどな。